皆さんこんにちは、契約 DIY です。今日はですね、電気代の契約に役立つ多機能 AC 電力計についてご紹介していきたいと思います。皆さん、日々の電気代って把握されてますか？月々でどのぐらい電気代がかかっているのかっていうのは分かっている方が多いと思うんですけど、じゃあどの電気製品がどのぐらい電気を食っているのかっていうのは、そこまでは把握してない方が多いと思います。そこで今回ご紹介するこちらの電力計を使うと、個別の電気製品ごとにどのぐらい電気を食っているのか確認することができます。もちろん電気がどのぐらい流れているのか確認するだけなら、こちらのようなクランプメーターを使えば電圧や電流を測定することができますし、市販品のワットチェッカーと呼ばれる製品を使えばどのぐらい電気を食っているのかを調べることができます。ただ今回ご紹介するこちらの電力計の最大の特徴は、いわゆる力率を測定することができるんですね。こちらの電力計、少し前まで1600円ぐらいで買えたんですけど、今 Amazon で見たら1900円ぐらいになっちゃってました。ただ力率まで測定できる電力計としてはほぼ最安レベルだと思います。今日の動画ではこちらの電力計の詳しい使い方と、力率とは一体何なのかについて超簡単にご紹介していきたいと思います。本体の他には英語と中国語の取説が入っているだけです。これ外観は正面は異正面なんですけど、それ以外の部分は異正面じゃないですね。サイドに爪が2箇所ありますから、これもパネルにはめ込んで使うことを前提としているみたいですね。ただ基板がむき出しとかそういうことはないので、必ずしもパネルにはめ込んで使う必要はないと思います。これ接続するポイントはここ4箇所だけなんですけど、つなぎ方は少しややこしいので、ちょっと実際にやってみたいと思います。なお市販品のワットチェッカーですと、直接コンセントに挿すタイプが多いですけど、こちらにはコンセントは一切ついてないです。加工の手間は必要ですが、その分設置の自由度は高いと思います。それでは接続していきたいと思います。こちら古い電気製品から剥ぎ取ったコンセントケーブルですね。今回これを使っていきたいと思います。この手のコンセントケーブルって、どこかに必ず定格が書いてあるはずです。ここをよく見ると 125V 7A と書いてあります。 7A ですから、だいたい 700W ぐらいまでですかね。今回はそこまで大電力の製品を測定しないのでこれでいいと思いますけど、もし大電力の製品を測定する場合はもっと太いケーブルを使う必要がありますね。ケーブルの接続なんですが、こちら4箇所あります。1から4まで番号が振ってありまして、下には N と L と書いてあります。取説を見ると N と L 3番と4番ですね、こちらに入力の 100V を接続します。そしてここがちょっと分かりにくいんですけど、出力は1と4に接続します。4番は入力と出力が共締めになる形ですね。これ2番は何のためにあるのかちょっとよく分かりませんでした。2番は使いません。入力が3と4、出力が1と4という感じですね。なおこちら N と L とありまして、厳密には区別されてるんですけど、交流の場合コンセント2つあると思うんですけど、逆向きにも刺さりますよね。こちら正しく接続したとしても、コンセントを逆向きにしただけで入れ替わっちゃいますので気にする必要はないと思います。どちら向きに接続しても問題なく機能します。それではケーブルを接続していきます。これケーブルの先端にハンダを流してペンチで平らに潰しておきます。そうするとネジ止めですっぽ抜けることが非常に少なくなります。
今回出力側にいろいろなコンセントをさせるように100均で買ったこちらの電源タップをここにハンダ付けして使いたいと思います。これで準備完了です。入力はこちらのコンセントから行います。出力側はここに測りたいものを挿せばいいですね。それでは入力側をコンセントに挿します。いや、バックライトが明るくて非常に見やすいですね。表示項目は全部で6個あります。左上が電圧、次が電流ですね。一番下に積算の電力量、これ電源を抜いてもメモリーされてるみたいで、私これまでに使った分が表示されてます。そして右上に消費電力、こちら今何も繋いでないんで 0W ですね。そして次の PF というのが力率を表しています。そして一番下が周波数ですね。私西日本なんで 60Hz です。ちなみにこの右側のところにボッチがありまして、ちょっと指で押すのは難しいんですけど、ここを押すとバックライトをオフできます。ボタンを3秒間長押しします。そうするとこの右上のところが点滅し始めます。これは消費電力がこの設定値より上回った時に警告を出す設定ですね。今 1kW に設定してあります。5秒ぐらい放置すると設定完了です。ちょっとヒートガンに接続してみたいと思います。今 1.22kW ぐらいまで上昇しました。この右上のところが点滅していたのがわかると思います。これが警告みたいですね。一応点滅しているということで、設定した消費電力以上になっているという表示です。アラームとか鳴るならまだしも、点滅するだけなんで、まあこれはおまけみたいなもんですね。ちなみにこちら5秒間長押しすると、こちらの積算の電力量もリセットされます。リセットされました。それではまずこちらに表示される値が本当に正しいかどうか、こちらのテスターを使って確認していきたいと思います。まずは電圧から測ってみます。105.1V、105V なんでほぼ一致してますね。次は電流を測ってみたいと思います。ちょうどここをクランプできるんで、ここでやってみますね。まずこちらの 40W のハンダごてで測定してみます。
少し低めに出てますね。次はこちらの 100W のハンダゴテです。これも少し低めに出てますね。次はこちらの投げ込みヒーターで試してみます。やはり少し低めに出ます。最後はこちらの電熱ヒーターでやってみます。少し低めに出ますね。テスターと電力計の誤差を電流値でグラフにしたのがこちらです。電流値が低いと誤差が大きくなることがわかります。ある程度電流が大きくなれば誤差は小さくなります。ただテスター側の測定誤差もプラスマイナス 3% ありますから、絶対的な値としてはどちらが正しいのかは分かりません。私これより精度がいいテスター持ってませんので、これ以上の検証は不可能です。何卒ご容赦ください。さて、いよいよここからは力率についてのお話をしていきたいと思います。普通直流でしたら電圧と電流をかけた値が消費電力ワットになりますよね。しかし交流の場合は電圧と電流をかけた値がワットとイコールにならない場合があるんです。実は今測定してきたハンダゴテとか電熱線というのは抵抗性の負荷といって、こちらは力率が1なんですね。ちょっとハンダゴテやってみますね。このように力率は 0.99、 まあほぼ1ですね。電圧と電流をかけた値がほぼ消費電力になってます。力率が1にならないような負荷っていうのは、容量性の負荷とか誘導性の負荷とか、あとは位相制御をしているものとかもあるんですけど、このあたり詳しくご説明すると非常に長くなってしまうので、今回は割愛したいと思います。その代わり今回私がこちらを使って調べた限りで特に力率が悪いものを2つご紹介したいと思います。特に力率が悪いもの1個目は LED 電球ですね。これちょっとつないでみますね。なんと力率は 0.56 です。これ電圧と電流なんですけど、電圧と電流をかけた値と消費電力が合ってないんですね。電圧と電流をかけた時の値が1とした時の消費電力の割合が力率なんですね。これが1の時、こっちは 0.56 しかないということです。つまりこの線を実際流れている電圧と電流に対して、この LED 電球は 55% の仕事しかしてないということです。じゃあ残りの電気どこ行ったのという話なんですけど、それはこの LED 電球に使われることなく、そのまままた戻っていっちゃってます。一瞬無駄になった電気も電気代請求されているんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし心配は無用です。電力会社から請求されるのは実際の消費電力から計算した電力量なんで、力率が悪くて無駄に返っていった電気まで電気代を請求されることはないです。ただ電気が戻ってくる分は請求されないとは言っても、この配線で損失する分は請求されますので、あまりに力率が悪いと配線での損失がバカにならなくなってきます。ですから力率は良いに越したことはないです。配線での損失がバカにならないような消費電力の大きな機器に対しては、ほとんどの場合力率を改善する工夫がされてますから、極端に力率が低いものは存在しないようです。LED 電球なんて所詮消費電力 4W しかないですから、力率が悪かろうと大して損失もないということで、わざわざ対策するまでもないということだと思います。もう一つかなり力率が悪いものとして、こちらのような AC アダプターがあります。これ私パソコンのディスプレイに使っている AC アダプターです。こちらちょっと接続してみます。力率なんと 0.47 ですね。 50% を切っちゃってます。 105V で 0.31A なのに、普通だったら 30W ぐらいになるはずなんですけど、 15W ぐらいしかないです。ちなみに皆さんも気になるであろうパソコンの力率も測ってみました。なんと 0.97 です。
まあもちろん構成とかによっても変わってくると思います。先ほどお話しした通り、ディスプレイの力率が悪いので、ディスプレイも合わせるともっと効率は低下すると思います。最後に、位相制御で力率が大きく変動するものとして、こちらの音調付きハンダゴテを試してみたいと思います。今これ温度設定 MAX です。力率は 0.92 から93ですね。温度設定を下げてみます。これで今最低の設定です。力率が 0.47 くらいまで落ちました。電流も落ちてるんですけど、力率も落ちてるんで、実際の消費電力はさらに落ちてますね。10W 以下になってます。位相制御の場合、電流値が落ちるだけではなくて、力率も下がるんで、輪をかけて消費電力が下がるということが今回よくわかりました。ちょっと今回は時間がないのでご紹介しないですけど、以前私の動画でご紹介したサイリスターモジュールでも全く同じことが起きると思います。次にこちらの電力計をちょっと分解してみたいと思います。これ爪が4箇所あって、ここを開ければ簡単にバラすそうなんですよね。ここにネジがありますね。こちら側には特に何もないみたいですね。大きめの IC が2つありますね。これでどうやって測定しているのか、パッと見では全くわからないですね。いかがだったでしょうか。今日は力率まで測定できる格安の多機能 AC 電力計についてご紹介しました。力率まで測定できることで、実際の電気の流れと消費電力の関係がはっきりとわかりますので、より深い理解ができると思います。今日の動画がもし参考になったよという方は、ぜひ高評価の方お願いいたします。また、私のチャンネルでは、いろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方は、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは、今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。